私は一体何をやっているの。ダメ、頭が痛くて考えられない。お父さん、ごめんなさい。ミサはどうしても。おい、お前大丈夫か。ずぶ濡れじゃねえか、風邪ひくぞ。あなたたち、あ、もうすぐだわ。もうすぐ私の渇望が現実のものになるのね。あの子は私の言いなり。あれを返してほしければやるしかないのよ。さあ、もう少し私の願いが叶うわ。絶対に誰にも邪魔させない。日本一の金持ち学校ソプラノ学園に通う高校2年生。アニメと漫画が大好きな陰キャオタクだ。はあ、また夜更かししちまったな。今日もたくさん昼寝するか。いて、なんだ。よう、でかい口開けて何やってんだよ。いってえな、いきなりどつくなよ。おはよう、カイリー。ああ、悪い、丸気な顔だったからついな。昨日寝るの遅かったからあくびが出たんだよ。こいつはカイリ、中学の頃有名だったヤンキーだ。でも陰キャの俺とも仲良くしてくれるいいやつで、親友と言える。二人とも朝から仲良しだね。おはよう、アルト君、カイリ君。アルト君嬉しそうだな。ちょっと焼けちゃうくらい仲良しなんだから。おう、カナデ、おはよう。聞いてくれよ、カイリのやついきなり後ろからさ。カナデか、おはようさん。じゃあ俺先行くわ。こいつらも邪魔したくないしな。こいつは幼馴染の奏。同じ高校で生徒会長をしているが、超がつく天然だ。気持ちはまだ伝えてないけど、俺の初恋の人。でな、いきなり後ろからはダメだと思わないか。でもアルト君、なんか嬉しそうだよ。それにしても今日はいい天気だね。よう、陰キャ、朝からご機嫌じゃねえか。牛乳とメロンパンな。バカラはいつもその組み合わせな。あたいは1号ねよ。何、また奏でといるの。そんなことより私の紅茶早く買ってきなさいよ。あ、あんたの好きなパンも買えばいいわ。あ、皆さんおはようございます。え、俺のも買っていいんですか。すげえ助かります。エリカさんは優しいんですね。あ、バカじゃないの。お釣りをもらうのが面倒なだけよ。別にあんたの昼食を心配してるわけじゃないんだから。1分38秒で行ってきなさい。今日は短い。わかりました、すぐ行ってきます。しかし最近昼食代が浮いて助かるぜ。皆さん、いつもアルト君に行かせないで自分で行ったらどうですか。じゃんけんで負けた人が行くとか。アルト君が楽しんでるからいいけど、本当はそんなことよくない。あら、会長には関係ないんじゃない。それとも何、あいつは自分のものだって言いたいわけ。私のものはなんです。そんなことは思ってないですよ。そもそもアルト君は人間で哺乳類ですし。あら、顔が赤いけど。ただの幼馴染でしょ。何言ってんのよカーリン。あいつが奏のだなんて認めないわ。何なの、次から次へと邪魔しやがって。爆発しろ。いい感じの絵がたくさん撮れそうだったのに。ま、何枚か撮れたからいいか。あんたも見習いなさいよ。はい。男子生徒2人の写真撮ってただけじゃん。いつもの日常と変わらぬ朝を過ごしていたのだが、まさかあんなことが起こるなんて、この時の俺には全く想像できなかったんだ。私はミサと言います。新聞部の1年生。今校内新聞のトップネタを話し合っているのですが、部長の照山先輩は自分の願望まみれのガセネタを書こうとしていました。はい、注目。今度の一面はこれでいくわ。きゃー、ついに始めるのですね部長。さすがです。部長のトレーはまさに芸術。このある年の嬉しそうな表情、カイリ様のいたずらな顔、部長が追い続けたからこその一瞬ですわね。ソプラノ学園の新聞部、ジャーナリストだった父に憧れ、私もいい写真を撮ってみたいと思い入った部活は、部長をはじめに腐女子のストッカーしていました。でも
長、それって事実じゃないですよね。いいんですか、そんなことして。アルカシは何かを隠している。あいつは陰キャではない。限りなく黒に近いグレーなのは明白よ。確かに何か秘密がありそうな感じはするけど、カイリ先輩はラム先輩と付き合っている噂もありますよ。うるさいな。だったらあんたが2人ができていない証拠を持ってきなさい。できてない証拠って何ですか。本人たちに聞くとか。そんなこと話したこともないのに聞けませんよ。ふう、生意気な1年だわ。こんな時代遅れのカメラなんて使ってるからスクープも取れない無能なのよ。ちょっとそれに触らないでください。返してください。いいこと思いついたわ。あんたが2人の写真を撮ってきなさい。それまでこれは私が預かっておくわ。そんな、ひどいです、こんなこと。そんなことになっているとはつゆ知らず、俺は奏の生徒会の仕事が終わるのを待って帰ろうとしていた。だよラムのやつ、先に帰りやがって。起こしてくれたっていいだろ。教室戻ったらお前一人で寝てたもんな。びっくりしたぜ。ラムちゃん、なんか用事があるって言ってたよ。急いでたみたい。あれ、どうしたんだろうあの子、暗い顔して。あなたどうしたの。1年生だよね。あ、奏先輩ですよね、生徒会長の。はい、1年のミサって言います。ミサちゃんって言うんだね。それでどうしたの、こんな時間まで学校で。もう下校時間だよ。ああ、ちょっと部活で会議があって。でも何でもないんですよ、もう帰るところなんで。後ろにいるのあの二人だ。相談したいけど無理だよね。そう、なんか悩んでいるように見えたんだけど。でも誰だって人に言えないことってあるよね。もう暗くなってくるから気をつけて帰ってね。彼女は相変わらず優しいな。悩んでるやつほっとけないタイプだよな。彼女は1年生のことを気にしていたが、本人が何も言わないのでどうすることもできず、その日はそのまま帰った。そして次の日、事件は起こる。ああ、昨日は久しぶりに早く寝たから今日はなんか調子いいぜ。ん？なんだ？みんな集まって。ちょっとすみませんね。よっと、あれ、かなでだ。おい、かなで。アルト君、これ。おはよう。これって、なんだ？なんじゃこりゃ。新聞部が作ってる校内新聞だけど、ちょっとこれは。あら、どけ、通せ。何やってんだよ、アルト。朝からでかい声出し。マジでなんなんだよ、これ。放課後、新聞部行ってみようか。よう、陰キャ、んだよこの記事はよ。最近こういうのも当たり前になってるし、いいんじゃない。こんなのどうせガセレタでしょ。アルトってそうだったの。やだな、嘘に決まってるじゃないですか。ふざけんな、こんなもん張りやがって。わ、雨降ってきちゃった。とりあえず教室行こっか、二人とも。おう、そうだな、カイリが剥がしてくれたし、とりあえず放課後部室行ってみるか。ああ、誰だこんなことしたやつは。それにしても俺と帰りができてるだなんてありえないよな。そして放課後、俺たちは新聞部の部室にやってきた。よし、行くぞ。なんでだろう、なんか嫌な予感が。ああ、早くこんなことやめさせようぜ。さっきから予感がするけど。大丈夫だよ、二人とも私がついてるから。そうだな、奏は生徒会長だし、おとなしく言うこと聞くだろう。頼もう。って、眩しい。 なんだこれ。おい、やめろお前ら。ギャー、あの二人よ、シャッターチャンスだわ。アルトシ、カイリ様の肩を抱いて。ちょ、なんだよここは、おかしいだろう。静かにしてください。ネキ、ひび入った今。アルト君の写真、私だって欲しいのに。あら、会長もいたんですね。どうしてここに。どうしてもこうしても、何ですか今朝のあの新聞は。事実じゃないことを公表するのはやめてください。どうして事実じゃないと言い切れるんですか。証拠は奏会長とアルトさんが付き合ってるとか。
そんな、私とアルト君はただの幼なじみで、その、付き合ってるとかそんなんじゃなくて。ただの幼なじみ、そうだよな。いやいや、つか俺たち本人が否定してるんですよ。まあ難しい問題ですからね。そりゃ否定するしかないですよね。でも照れているだけで否定をするってこともありえますからね。だから違うって言ってんだろうが。カイリー様、もう一度そのお顔をしてくださる？ちょっと一番性能のいいカメラ持ってきて。なんだこいつ、話聞いてね。部長、持ってきました。さあカイリー様、お願いします。そうそう、とにかく真っ赤な嘘なんだし、俺らも迷惑してるんですよ。だからもう書かないでくださいね。生徒会としても厳重注意とさせていただきます。おかしな空気の新聞部にこれ以上いたくなかったこともあり、俺らは要件だけ伝えて立ち去った。奏先輩と例の二人が部室にやってきた。本人たちが否定してるんだから、これ以上ない証拠だと思うけど、みんな筋金入りの腐女子なのです。あんなに必死に否定するなんて、やっぱり怪しいわ。カイリ様のあの顔、好きな人を守りたい一心だったのね。やっぱり皆さんもそう思うわよね。私の目に間違いはなかった。ああ、しょうもな。それにしても頭痛いな。風邪ひいたかも。今日は早く帰ろう。あの部長、私ちょっと体調が。ミスター、ちょうどいいわ。あなたにやってもらいたいことがあるの。ある年に近づいて潜入取材よ。できるわよね。はあ、でも体調は。はあ、私に逆らっていいと思ってるの？あんた結局写真撮れてないんでしょ。何やってるの、本当に無能なんだから。それともこれはあんたにとって大事なものじゃないのかしら。やめて、それにあまり触らないで。わかりましたから。その後、奏はまだやることがあると言ったので、俺とカイリは二人で帰宅した。しかし強烈だったな、新聞部。怖え、あそこ。おお、なんかカイリ様って言われてたな。リン、見たか？ BL 漫画ばっかだったぞ。ん？誰かいる？本当だ、女子か。傘もさしてねえぞ。でもうちの制服だな。君、こんなところで何やってんの？大丈夫？おい、傘もささずどうした？風邪ひくぞ。イケメンは…正義…おいおい、ちょっと。おい、こいつ熱あるんじゃね。お前んち近かったろ、運ぶぞ。名前も知らないとはいえ、同じ学校の子をそのままにもしておけなかったので、近かったこともあり、一旦俺の家に運ぶことになった。おい初音、ちょっとタオル取ってくれ。いや、鬼、どうしたのその子。知らないよ、うちの近くでうずくまってたんだ。そんで倒れちゃって。倒れてる女子連れてくるとか鬼畜か。奏ねえに報告しよう。おい、余計なこと言ってないで、早くタオル。とりあえず濡れていた体を拭き、女の子を座らせた。女の子の体は初音にちゃんと拭かせたんだからな。その間に女の子は目を覚ましたんだ。ここは。おい、気がついたみたいだぞ。ここは俺の家だよ。君、うちの近くで倒れたんだよ、覚えてるか？アルト先輩の。いや、せず潜入できちゃったけど、いい人。初音ちゃん、アルト君が女の子連れてきたってどういうこと？早っ、奏でそのうち来ると思ってたけど、もう来たのか。生徒会の仕事は案外早く終わったんだな。そうなの、パパパパッとね。どういても立ってもいられず飛んできたなんて言えないよ。奏でね、相変わらずだね。じゃ、あとよろしく。私勉強してるから。うん、あとは任せて。この子、この間のミサちゃん。あ、かなで先輩、こんにちは。こんなに濡れて熱もありそう。体が冷え切ってるんだね。話はあと。アルト君、お風呂を沸かして。私が一緒に入ってくるよ。聞きたいことはたくさんあるけど、ミサちゃんすごく辛そう。おお、頼む。初音じゃ力不足だし、俺ら何もできなくて。奏がうちで風呂。大事なことだからもう一回言う。奏がうちで風呂。うわ、ミサちゃん体小さいから初音ちゃんのを借りといて。
わかった、大きめのやつ借りとくよ。濡れたままの服よりいいだろう。かなで、ミサちゃんの着替えここに置いとくぞ。この中にかなでが。いかん、かなでの着てた服とか探してんじゃねえよ俺。アルト君、ありがとう。お前顔赤いぞ、何考えてんだよ。うるせえ、仕方ないだろ、男子高校生だぞ俺。お前もラムだったらこうだろうが。はぁ、バカじゃねえの。ラムだったら一緒に入れとか言ってくんぞ。でも本当にそうしようとするとめっちゃ怒るんだよ。オーケーされたらそれはそれで困るけど。ミサちゃん大丈夫？とにかく何か飲んで髪乾かそう。アルト君、ドライヤーって。うお、ミサって子メガネ取ると可愛いな。でも奏で髪が濡れててなんか色っぽい。ああ、ドライヤーね。ほら、これ。ミサは相当具合が悪そうで、奏でにされるがままだった。服を乾かす間、少し横になった方がいいということになった。すみません、先輩たち。迷惑かけちゃって。いいんだよ。でも、何があったの？聞かせてもらえないかな？そうですよね。こんなに迷惑かけちゃってるし、お話しします。実は私新聞部なんです。知ってたかもしれないですけど。え、そうだったの？でも他の部員と随分様子が違うな。奏で知ってたか？うん、私は知ってたよ。今日も部室にいたよね。はい、私はただ写真が撮りたくて入部したんで、みんなとは少し違うかもですね。それで。そしてミサは照山が帰りの BL ネタに夢中で俺とカイリを無理やりくっつけようとしていること、脅され、自分も俺たちの写真を撮ってこいと言われたことなど全て話してくれた。なんだよそれ、新聞部やばくないか？ダメだ、俺あいつ無理。ちょっとあと任せていいか？俺役に立てそうにない。ああ、お前が一番狙われてるしな。じゃあ頼むわ。それにラムに呼ばれてっからもう行かねえと。おう、いいぞ、また明日な。そう言い、カイリは帰っていった。ふらついてたけど、あいつも大丈夫か？まあ自分がネタにされててショックだったんだろう。それにしても、許せんな、照山！先輩風吹かせて大事なもの取り上げて脅すなんて！アルト君、し！ミサちゃん、今眠ったところだから。でも、アルト君が言うこともわかる。すまん。でも、この子のためにも、なんとかしないとな。そもそも俺と帰りができてるなんてありえん。俺は奏が好き。奏みたいな可愛い子が好きなのに。カメラを取り返すとして、噂の方はどうしよう。そういえば職員会議で問題になってたことがあったな。そうか、私が会長として。あれ、奏聞いてないだと。うん、これで行こう。あ、ごめんね、考え込んじゃって。何か言ったかな？いや、なんとかしたいなって言っただけだよ。俺の育児なし。あのね、アルト君、今回は私に任せてくれないかな。生徒会長として見過ごせないんだ。でもカメラはなんとか回収頼めない？俺はそれだけでいいのか？それはいいけど、無理するなよ。大丈夫、私頑張るよ。3日後。なんですって。新聞部活動停止処分、部室内も調査のため立ち入り禁止、バイ生徒会。そっか、まああんな部活禁止になっても仕方ないよね。何かありましたか、照山さん？何かあったかじゃないわよ。生徒会だからってこんなことしていいと思ってるの？先生に言って撤回してもらうから。生徒会の一存なわけないですよ。前から新聞部におかしな噂流されたって他の生徒から報告もあって、職員会議でも問題になってたんですよ。そこで今回のカイリ君やアルト君のことがあったので。仕方ないわ。まあ荷物を取りに行くくらいはいいのよね。いいね、部室内の備品は全て没収です。不正なデータなどチェックしますので。漫画などは部費で買ってたみたいですね。もちろんそれも没収です。そんな、私のコレクションが。カメラも没収されちゃうんだ。でも私も部長たちを止められなかったし同罪だよね。
ブツブツ言いながら嘆く照山だったが、職員会議で決まったことにはさすがに文句を言えなかったようだ。そしてその日の下校時間、下駄箱。なんだろうこれ。これって奏先輩、あのこれ先輩ですよね。ありがとうございました。これ父の形見なんです。父はジャーナリストです。世界中飛び回ってて、いつも真実を映すのが俺の生きがいだなんて言ってて。そうだったんだね。ミサちゃんの大事なもの取り返せてよかった。生徒会長なんだもん、困っている生徒を助けるのは当たり前だよ。私父のようになります。先輩方本当にすみませんでした。新聞部を代表して謝ります。もういいよ、ミサちゃんも大変だったんだし。ああ、お前が悪いんじゃないしな。ありがとうございます。部長もさすがに懲りたと思うので。新聞部は無期限活動禁止だからね。こうして俺とカイリの秘密の恋事件は無事幕を下ろした。おい、自分で言ってて気持ち悪いな。それから元の平和な学園生活に戻ったのだが、うわ、またこの感じ。もっと近く切なく髪を撫でて近寄るのよ、距離が遠いわ。お前マジでいい加減にしろ、懲りないやつだな。心のレンジに収めるのは自由だわ。平山さん、めげないな。でも私がアルト君とカイリ君の写真に少しドキドキしてしまったのは秘密にしておこう。こんにちは、かなでです。最後までご覧いただきありがとうございました。面白かった人は高評価ボタンを押してもらえるととっても嬉しいです。よかったらコメント欄にも何か感想を書いてみてね。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくので、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。